じゃあ左上に書いてあるネクスト頑張り山の近くのアトラクションを調べよう。これで最後かな。新しくアトラクションが出てるんだけど、これまだクリアしてないよね。そもそも頑張り山もクリアしてないしな、いいのかな。まあ行ってみようか。このクエスト通りアトラクションって言ってんので暗すぎんか。さすがにこの建物も昨日の頑張り山みたいなアトラクションなのか。で、え、うわ、またこいつらか。あ、やるのか？やるなら、まず、ブラックが相手になるぜ。おお、自分ちゃうんけ。レッドちゃうんけ。え、俺？待ってください。昨日とは少し雰囲気が。デミ、デミ、ここは、キラキララビリンスデミ。入場料は、メダル1枚デミ。制限時間は、30分。クリアできたら、メダル5枚ゲットデミ。レッツチャレンジデミ。この音楽いいよね。オープニングの曲なんだけどさ、テンション上がるよね。なんかホラーゲームとは思えない。てかこれホラーゲームなのか。そもそもホラーゲームか。ルール説明しに来ただけだったみたいだね。囲まれたからまた昨日みたいに豹変するのかと思った。油断ならないな。っていうか、あいつらどこに帰っていくんだ。キラキララビリンス。ね。まとめると、中は迷路になってて、30分でゴールできたらメダル5枚ってわけだな。これリアルの30分じゃないよね。ねえ、リアルの30分だったら結構余裕そうなんだけど、どうなんだろう。よーし、今日こそこのヒーローが一発でクリアしてやるぜ。ちょっと待った。1枚とはいえ、入場するのにメダルが必要だし、中にどんな危険があるかわからないよ。せめて、もうちょっとこのアトラクションについて情報を集めてからにしない？でも、今度は迷路でしょ？危険なんてありっこないだろ。勝手に話を進めんな。そもそも、俺はこんなアトラクションやる気はねえ。あんだとは？ははーん、さては怖くなったんだろう。うるせえな。朝にも言っただろ。俺はメダル集めなんかじゃなくて、そのまま出られる出口を探したいんだ。昨日の頑張り山だって、誰もクリアできないクソゲーだったし。ブラック。ブラックは先生なんだから、ブラックがゴーサインを出せば、それで解決だ。お、キラキララビリンスって書いてある。やっぱり、頑張り山と同じように、なんか嫌な予感がする、と思う。シンタとカナタは乗り気だけど、どうする？うわー。いや、とりあえず挑戦してみようか。ええー。お前、ちょっとひよんなって、めちゃくちゃひよるじゃん、こいつ。いや、でも、無責任に子供たちを危険にさらすわけには。ええー。これさ、ええー。もう一回挑戦するとかなったらさ、いや、ん？もう一回挑戦するでなんか強制突破しそうだな。とりあえずまあ、セーブしてるし行ってみるか。ふざけんな。おい、おい、考えたこの時間返せ。だけど、メダルを集めなきゃいけないのも事実だ。はぁ？
また、失敗の許されない選択だ。先生である俺が決定したら、みんな俺の言うことを聞いてしまうだろう。それは俺が子供たちの運命を握ってるってことなんだぞ。失敗しないように、慎重に考えるんだ。岡田先生、また具合が悪そうに見えますが、無理をせず少し休んだ方がいいのでは？あ、ごめん。心配しないで。本当に大丈夫だから。メダルだってまだ4枚もある。4日もかければ脱出なんて余裕だろ。っていうか、4日もこんなところにいてたまるか。こんなアトラクション遊んでる暇があったら、その時間で出口を探した方がマシだね。いいのか、ブロック。ハヤテの夏、あんなこと言ってるぞ。とりあえずは、いろいろ回ってから決めようか。今日は一回出直して、みんなで相談して、それでも挑戦しようって話になったら、明日、改めて来よう。それでいいよね。僕はどっちでもいいよ。そうか。まあ、誰も来ないんじゃ、しょうがないか。慎重すぎるよ、先生。一方、その頃。暇そうだな。ライコロさん、大丈夫？具合でも悪い？ううん、大丈夫。でもママ、心配してるからって。そうだね。あ、お腹鳴っちゃった。さっきカエル卵が持ってきたお弁当食べたばっかりでしょ？そういえば、大五郎、お弁当にいつもでっかいおにぎり食べてるよね。うん。ママがいっぱい食べなさいっておにぎり3つも入れてくれるんだ。3つも食べてんの？朝ごはんと夜ごはんはしょぼいから全然食べられるぞ。それに玉ねぎがいっぱい入ってることもあるからな。ああ、ママのおにぎり食べたいな。じゃあ、明日は私のお弁当半分あげる。ね、いいのか？でもやっぱいいよ。ヒカルちゃんも、ヒカルもちゃんとご飯食べろよ。優しい。いいのいいの。食いしん坊はたくさん食べな。じゃあ、ヒカルさん、先生のお弁当を半分こしようか？大丈夫だよ、ルミ先生。大人は大きいからいっぱい食べなきゃでしょ。めちゃくちゃいい子じゃん、このヒカルちゃん。そんなの気にしなくていいんだよ。先生は、ユウ先生みたいに出口が探しに行ってるわけでもないし。ルミ先生も出かけても大丈夫だよ。みんなは私が見てるから。そういうわけにはいかないから。いけません、わたるくん。自販機は食べ物じゃありませんよ。何やってんだか。私、ちょっと見てくるね。しっかり者やな。いい子やな、この子。親御さんの教育がいいんだろうな。今日の探検隊の任務はこんなところかな。みんな、お疲れ様。優秀完備。無事終わってよかったです。疲れたね、ひなた。大した成果はなかったけどな。あれだけ徹底的に調べて、裏口の一つも見つからないなんてな。さすがのヒーローも歩き回りすぎてエネルギー切れだ。なんか俺慎重になりすぎて結局いいところ全然なかったな。せめてアトラクションに挑戦してメダルを稼げてさえいればな。でもここでは一回の間違いが
取り返しのつかない結果を招くかもしれないんだ。仕方ないよな。ま、明日こそはこんなクソゲーさっさと終わらせてやる。明日も同じメンバーでいいな。みんなご苦労。休憩所のルミ先生に話しかけることで自由時間を終えることができます。なお今後も何度か自由時間が発生するため、今の段階で全てをこなさずとも大丈夫ですよ。へー、お話しする。この辺でね、ちゃんと好感度上げとかないとね。これさ、なんか失敗しちゃダメだとかなんか結構言われるけどさ、死んだりしも、さすがに死んだりはしないよな。いやいやいや。いやいや。さすがにさすがに。ああ、一日一回か。さすがに一日一回なんだな。もう一回さ、ここ行ったら挑戦できたりしないの？ちょっと待ってよ。とりあえずね、とりあえずセーブしよう。一旦セーブな。一旦。大事。おぉ？参加できないんか。自由時間なんだから自由に参加させて。あ、ゴール付近メンテナンス中につき、一時的下の方を一部解放。挑戦にメタルがいらない？え？え？あ、そうなん。あ、チケットを拾うことはできるんだ。あ、いいじゃん。挑戦する。マジ？いや、いいね。これでさ、みんなの好感度上げのための。あ、これ、ちょっとさ、集めてさ、いろいろアイテム買ってもいい？おー、オッケー。いつも通りね。オッケー。ちょっとさ、好感度上げに行くわ。めっちゃチケット集めるわ。頑張る。いける。とりあえずこれでチケットが50枚超えたんじゃないか？ 55 枚だね。じゃあ、ちょっと交換しに行ってみよう。ここまでね、5分。あー、6分ぐらいだね。意外と早くに集まったな。ショップ交換する。変形おもちゃ、折り紙セット、変なぬいぐるみ、キッズ用スマホモード。おー、とりあえず結構買えたな。で、ショップ、いちご納豆超チョコ美味しくなさそう。濃厚塩辛ポテトチップ。不格好なおはぎ。最強カップラーメン。塩おにぎり。あー、だけか。じゃあもう一個ずつとか買っとく？とりあえずね。とりあえず買っとこう。割と稼いできたからな。好きなもんが被ってる子とかいるのかな？じゃあ、スマホは多分、あいつだろう。スマホはどうせ、こいつじゃないの？違うのかな？名簿ね、とりあえず。シンタは、ハンバーグ、カレー、ヒーロー。わー、大五郎、おにぎり、ママ、かけっこ。いたずらピザ、ゲームサッカー。待って、おはぎとかラーメンとか誰？和菓子、ゆずり派ね。いや、こいつは多分ね、あれ？おう、これじゃない？うん。おお、喜んじゃ悪いか、いいね。いいんじゃね？好感度、めっちゃ上がってる。上がってる、いいね。おはぎ、ゆずり派か。
ゆずりは違うな。ゆずりは、ゆずりは、え、どの子だ。あ、いた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 。不格好なおはぎ。ああ、いいね、結構上がるね。え、折り紙とか誰。じゃあ、あと待って、工作秋。あ、工作秋ちゃん、秋ちゃん、秋ちゃんどこ。あ、いた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 。プレゼントあげる。工作好きだもんね。あー、めっちゃ、え、グワーンって上がったな。これが正解か。私これ好きなの、ありがとうって。正解だったらこれだけ上がるんか。え、じゃあおはぎ正解じゃなかったの。お菓子、待って、何持ってるっけ、お菓子。あー、激辛ポテトチップ。いや、お菓子って言ってもな、言ってもだろ。変なぬいぐるみ、変形おもちゃ。うわー、ケロットピッピーってなんだよ。ケロットピッピーって何。健康食、健康食ってなんだ。注目されること、いちご。あ、マリアにいちご。待って、ラーメンなくね、誰も。ラーメンなくないか。あ、はあ、これさ、明日になったら内容変わってたりすんのかな。あっこの売店の。あー、でもそんなに上がんないのか。お菓子今あげたやんけ。待って待って、こいつもなんか好きだったよね、いちご系。あー、そんなもんか、好感度。これ好きなんだーか。ここ買うことはできないのね。オッケー。いやー、とりあえずじゃあ次の日行くか。これ次の日なるよな、なるよな。てか、だいぶ余ってないか。あって。あ、塩おにぎりあんじゃん、塩おにぎり。お前塩おにぎり好きだろ。そうだ。うわ、めっちゃ上がるやん。えっぐいぐらい上がる。オッケーオッケーオッケー。折り紙セット。変形おもちゃ、変なぬいぐるみ。変なぬいぐるみってなんだ？かわいいぬいぐるみとかじゃないもんな。カップラーメンとポテチの。え、お父さんのおつまみになるぐらいしょっぱい。なに、とんこ、え、醤油豚骨メリヘン味。な、なにメリヘン味って。カエル卵。やだー。マジで変じゃん、それ。オッケー、じゃあ一旦セーブしてから、自由時間を終えてみるか。先生。お帰りなさい。大丈夫でしたか？お、自由時間を終える。うわー、進むんだろうな、話が。